いつの日か叶えたいことか。音の木坂が廃校にならないように私たちが努力してきたこともあってか、今のところは廃校は阻止できているのだけど、でももっと大きい夢を見てもいいなら、廃校だけじゃなくてもっと生徒数をたくさん増やしたいと思っているの。花代たち1年生なんて一クラスしかないでしょ。もっと生徒が増えて、そうね、5クラスくらいになったら楽しいかなって。そうしたら学校も賑やかになるし、部活にももっと活気が出て学校生活が充実したものになると思うの。それに生徒数が増えたらこの街ももっと活気づいて、ミューズの出番も増えそうだし。学校生活って長い人生から見たらたったの3年間、でもそのたったの3年間で人生が変わるような楽しい生活ができたら最高よね。ただの夢だけで終わらせたくないの。叶えるためにこれからも努力していくわ。音の木坂に入りたいって思ってもらうには、まずは生徒一人一人が楽しい学生生活を送ることが大事だと思うの。生徒会やミューズだけの問題じゃなくて、私たちが楽しい毎日を送ること。これからも楽しい日々を過ごしましょうね。